はい、皆さん、こんにちは。シードキビーツです。ヘイヘイ。ということで、今回なんですけれども、ループクラウド6で超簡単にビートメイクする方法についてやっていきたいと思います。前にこちらのアンケートを取ったところ、僕のチャンネルの視聴者さんの 20% が意外にも興味あるけど、まだ DTM をやっていないという方々でした。今回はそんな、まだ DTM を始めてないけど、すごく興味がある。始めてみたいけど、難しそうで自分にできるか不安といった方向けに、僕が思うすべての DTM のやり方の中で、一番簡単にできるビートメイク、こちらの方法をお伝えしたいと思います。何かと言いますと、それがループ素材を使ったビートメイク。 DTM というのは楽器の打ち込み方やコード理論を勉強しないとできないというわけでは全くありません。しかも打ち込みを一切使わず、ループ素材を並べただけの曲、これもですね、胸を張って俺が作った曲と言っていいんですよね。パクリでも違法でも何でもなく、オリジナル曲には間違いありません。なのでこの動画では、あ、 DTMってこんな簡単でいいんだというのが伝われば嬉しいなと思っております。そしてですね、残りの 80% の方、この中には、いやいや、ループ素材を使ったビートメイクって本当にオリジナル曲って言えなくない？とか、ループ素材、ああ、初心者が使うやつねと思っている方も結構多いんじゃないんでしょうか。僕の体感なんですが、それは逆で、初心者よりもむしろプロの方がより多くのループ素材を活用されていると感じております。どういうことかと言いますと、楽器の打ち込みやコード理論がわからないからループ素材を使うのではなく、足りないサウンドを補ってさらに強化したり、ループ素材から新たなひらめきを得てアイデアを増やしたりといった感じで、ループ素材というのは DTM 初心者からプロまで幅広いレベルで活用できると思います。ということで、今回はループクラウド6、こちらなんと400万以上のループ素材サンプルをダウンロードするだけじゃなく、ダウンロードする前にループ素材を並べてワンループを作ったり、さらにクラウド上でループ素材サンプルを管理できるというサービスなんですけれども、今回はこちらのループクラウド6を使ったビートメイクをやっていきたいと思います。こちらポイントを使ってループ素材を購入する形になるんですが、特別にループクラウドジャパン様より2000ポイントいただいております。このポイントを使ってループ素材を探していきたいと思います。ループクラウドジャパン様、ありがとうございます。詳しい使い方や料金システムは公式のホームページや動画がアップされておりますので、そちらを概要欄に貼っておきます。ということで早速やっていきましょう。皆さんご一緒に、せーの、レッツゴー。はい、ループクラウド6のですね、アプリをダウンロードしたらこういった画面になります。今からですね、こちらのアプリ上でワンループを作って、でワンループができたらそれをロジックに持っていって、そこでアレンジメントをするというような流れで作っていきたいと思います。上の方がですね、そのサンプルパック今たくさん並んでるんですけども、上のこのゾーンでサンプルを選んでですね、で下こちら見ていただいたらわかると思うんですけど、トラックがですね 1,2,3,4,5,6,7,8 とトラックが8個用意されてるんですね。ここに8つのループ素材を載せていってですね、ここでワンループを作るような感じですね。普通のサンプルのサービスと違うのが、ここのループクラウド上でワンループが作れるというところ、ここがまず一番便利なところかなと感じました。で早速ですね、作っていきたいと思うんですけども、今回はですね、ヒップホップのトラック作っていきたいと思います。でまずサンプルの探し方なんですけども、まあ、大きく2つありまして、まずはこのサンプルパックたくさん並んでますので、パッケージを見てですね、これちょっと良さそうだなと思うものを選んで、サンプルパックの中から探すっていう方法、そしてあとはこのここに検索窓がありますので、こちらでこの全サンプルから音を探す方法、この2種類あると思います。じゃあまずですね、ヒップホップのまあ上物メインとなるところですねを探していきたいと思うんですけども、これとかちょっと気になるなと思います。チルギターインストゥルメンタル1っていうやつですね。これ一回見てみましょう。ちなみにここでですね、再生ボタンを押すと、このサンプルパックのデモ曲が聴けます。一回ちょっと押してみますね。はい、こんな感じの曲が作れますよということですね。じゃあ今回ちょっとこのギターのフレーズをメインに作っていきたいと思います。ということで、これをクリックしてサンプルパックの中開きます。はい、そうするとですね、ここにたくさん波形が並んでるんですけども、波形聞くときはここクリックしてスペースボタンで再生で、スペースを押すと停止で、まず上物を探したいんですけど、上にですね、このチルギターインストゥルメンタル1の中のこのタグがありますよね。このタグの中にギターがありますので、これちょっと押してみます。そうするとこのサンプルパックの中のギターのフレーズのみが出てくるようになります。ここでまずじゃあ上物を探したいと思います。
はい、このサンプルいいなと思ったので、じゃあ今回じゃあこれでワンループを作っていきたいと思います。今ですね、このトラック1にこのサンプルが今入っているんですけれども、まずサンプルメイン決めたらですね、やるべきことが2つありまして、それが BPM を決めること、そしてピッチを決めること。今ですね、このサンプルもともとが BPM が75なんですね。なのでこう自動的に75っていうふうになってるんですけども、これそのままドラッグするとテンポを変えることができます。ちょっと90にして聞いてみましょう。逆に遅くすると、はい、といった感じですね。今回じゃあ90でやっていきたいと思います。ということで90に合わせます。そして次ピッチですね。こちら元々のサンプルが Am マイナーキーの A なので、こう自動的に A ってなってるんですけども、このノブを動かすことによってピッチを上げることができます。試しにじゃあプラス2とかやってみましょうか。もっと上げると、逆に下げてみましょう。はい、じゃあ今回はじゃあマイナス3にして、でここ見ていただいたら分かるんですけど、マイナス3にすると自動的にですね F シャープになるんですね。この辺のこの連携が結構便利なんですよね。はい、じゃあ今回の曲は BPM90 でキーは F シャープのマイナーキーでやりたいと思います。でここで結構ですね大事なポイントがありまして、このキーロック、これを押しておいた方がいいです。これを押すとどうなるかというとですね、例えばこの次にベースとかキーボードとかですね、そういう音程楽器を入れたいんですけど、キーが違うサンプルを選んでもですね、このキーロックを押しておくと、ここで指定した F シャープに選択した瞬間に自動で合わせてくれるんですね。このキーロックを押してた方が便利だと思います。ということでじゃあ今回はこちらですね、こちらで作っていきます。で今サンプルが結構長いですよね。もうこの前半のパートだけでループさせたいので、この時点でですね、このループをいじることができるんですね。この波形の一番右側に持っていくとこちらのマークになりますので、このままグイッと引っ張っていきます。で半分にしましょう。でこの状態だとですね、といった感じでここで切れちゃうんですよね。ループしてくれないんですよね。この旗のマーク、これを動かすことでループする場所を決められます。こうするとといった感じでループできますね。はい、ではまずこちらですね、メインのパートができました。はい、じゃあ続いてですね、こちらのトラックに、下のこのトラックにというところを選択しまして、こちらにキーボードを入れていきましょう。キーボードはですね、こちらにもタグがあるんですけれども、せっかくなのでこのサンプルパック以外からも探してみたいと思います。探し方はですね、この検索窓にキーボードと打つか、もしくはですね、ここにインストゥルメンタルとあります。こちらクリックするとたくさんこの検索の、まあ、候補が並んでいるような感じですね。この中からキーボードを選択したりとか、まあ、オルガンが良かったらオルガンとかピアノとかですね、まあ、今回じゃあキーボードで検索してみましょう。はい、そうするとこのループクラウド6上にある全てのこのキーボードタグがついたものが並べられていきます。で、ここでですね大事なのが、先ほど F シャープのマイナーキーで作ろうと決めたんですね。なのでトラックにこのキーボードを選ぶときも、ここにですねメジャーキーとマイナーキーをフィルタリングすることができるんですね。これをマイナーキーを押すことで全てここに表示されるのがマイナーキーになりますので、これ結構忘れちゃうとなんか合わないなとなるので、これ結構大事ですね。マイナーキーを選択と、これで探していきましょう。ちなみにですね、さっきこのキーロック押したので、今選択した瞬間にこれ G マイナーなんですけども、勝手にマイナス1になって F シャープになってくれてますね。ちょっといいのが見つからないので、もう少しフィルタリングしたいと思います。ここにですねワンショットとループがありますので、今回ループを探していきます。でそしてですね、今ここたくさん75、126、130、118といろんな BPM のサンプルが並んでるんですけども、今回90で作ろうと思いますので、90に近いサンプルから探した方がうまくいくと思うんですよね。なのでそういう時便利なのが、この検索のフィルターですね、このループスの中にこの BPM があるんですね。こちらで BPM を指定できます。今回90で作りたいので、じゃあ下が80で上が100とかにしときましょうか。そうすると80から100までのサンプルがここに並ぶようになります。こちらでもう一回探していきます。
これいい感じですね。じゃあ今回じゃあこちらトラックにはこちらのサンプルを入れたいと思います。はい、じゃあ続いてそうですね、じゃあ先にじゃあベース探しましょうか。トラック3選択してベースですね、ベースもじゃあこの検索窓から探しましょう。一回これ×にします。そしてベースと打ち込んでいきます。ベースギターこちらやっていきましょう。でベースを探す時もキーはマイナーキーなのでここマイナーをクリックしておきます。でベース探す時もやっぱり BPM はちょっと近い方がいいかもですね。もう一回じゃあ BPM を80から100に設定しておきます。早速これ良さげですね。良さげなんですけど他のも聞いてみたいですよね。そういった時はですね、こうハートマークありますのでこれ押しておきましょう。これたくさん押しておくと最後にこのハートマークを押せばハートマークをつけたやつだけで聞けますのでこれ押しておきましょう。なかなか気に入ったのが見つからないのでもう一個ですね、このタグを絞りたいと思います。このジャンルというところ、このジャンルというところを押したらいろんなジャンルを指定できます。今回ヒップホップ作りたいのでヒップホップこれやっておきましょうか。そうするとこのヒップホップに合うベースのサンプルだけが出てくるようになります。もう一個ですね、新機能がありまして、それがこちらの良さそうなサンプルと似た感じのを探したい時に便利な機能なんですけど、こちらのですねマッチというところをクリックして、でこの下にですねファインドシミラーサウンズというものがあります。これを押すとこちらのサンプルと似た雰囲気のものを表示してくれるようになります。はい、これでもう一度探していきたいと思います。いいですね、このハートつけた2つを使っていきたいと思います。前半はこっちにして、でトラック4にして、後半をですねこっちのベース使っていきたいと思います。でこれですね、このトラック3の方を前半にしたいんですよね。なのでまずこの表示をグイッと伸ばします。で倍になりますよね。でこのループする範囲を倍にします。で今度このトラック4の方、もう一個のベースの方ですね、こちらをループする範囲を倍にした上で四角のオーディオ自体をですねこの手のマーク、この手のマークにすると動かせるんですね。はい、これで聞いてみましょう。はい、こんな感じでいい感じのベースが見つかったと思います。はい、じゃあ続きましてこのトラック5を選択して、じゃあキックを入れていきましょう。キック探します。もう一度この検索窓バツにしてキックと入力します。そうですね、もうせっかくなのでもうジャンルもヒップホップにしときましょうか。早速いいサンプル見つけましたね。もうこれでいきます。でこの単発のもの、ループじゃなくてワンショットのものはどうするのかというとですね、これもまた便利な機能がありまして、パターンというところ、こちらのこの今オートとなっていますが、これをクリックすると中にキックというのがありまして、でその中のヒップホップ、これ選択してみます。はい、すると自動でですねヒップホップっぽいキックの配置を並べてくれるんですね。これで一回聞いてみます。でこの状態でサンプル変えると、これすごい便利ですよね。勝手に配置をしてくれると。でちなみにこの手のマークにすると自分でもちょっと動かせたりできます。ただ今回はこの配置でいこうと思います。さっきこのキック良かったですね。はい、じゃあキックはこれでいきたいと思います。はい、ということでじゃあ次トラック6で、じゃあスネア入れていきましょう。でスネアをシンプルに2拍目と4拍目に入れていきたいですね。でこの手のひらのマークの状態で Mac だとコマンドで、おそらく Windows だとコントロールキーですねを押しながらドラッグすることでコピーができます。そうですね、ちょっとジャンルをこのトラップにしときましょうか。これで探していきましょう。これシンプルでいいですね。じゃあこれに決めたいと思います。じゃあ続いてトラック7、そうですね、クラップも入れたいですね。なのでこのままこれスネアをバツにして、でここにクラップと打ってみましょう。タグがありますね、こちらです。でさっきと同じように配置を2拍目と4拍目で聞いていきましょう。これ良さげですね。でそしてですね、実はこのループクラウド上で EQ とかですね、コンプとかリバーブとかもかけられるんですよね。ちょっとせっかくなのでリバーブとか EQ とかかけていきたいと思います。じゃあまずソロにしておいて、やり方はですねこの FX エディット、これを押して Add エフェクトですね、エフェクトを追加すると。 EQ 入れたいですね。 EQ のローカット、はい、そして次このプラスボタンを押すとエフェクトが追加できます。でリバーブ入れたいですね。パーカッションエンハンサー、これいきましょう。はい、これで全体で聞いてみましょう。エフェクトをオフにすると
全然印象が違いますよね。はい、そして最後にですね、トラック8、ハイハット入れましょう。このクラップを消して、ハイハット、ここにタグがありますね。で、ハットはですね、ワンショットよりもループで入れた方が見つかるんじゃないかなと思います。ループのタグを入れて聞いていきます。はい、早速これいい感じですね。はい、この音もですね、音色自体いい感じだなと思ったんですけど、ちょっと遅いですよね。これ便利機能またありまして、ここにですね、かける2ボタン、倍速ボタンと2分の1ボタン、ハーフタイムボタンです。これかける2を押してみましょう。そうすると、トラップっぽくなりましたよね。この倍速ボタンも結構使えると思います。で、ちょっとキー上げましょうか。はい、じゃあハイハットはこちらにしましょう。で、あとですね、ちょっと気になってたのが、このメインのこのギターの音。こちらにもちょっと前後するんですけど、リバーブとディレイを入れていきたいと思います。エフェクトエディットからアドエフェクト。で、まず、リバーブですね。ギターホール。これでかけてみましょうか。はい、続いてディレイですね。ディレイのちょっとデフォルトで入れていきます。はい、こんな感じでいきたいと思います。エフェクトオフにすると、オンにすると、はい、全体で聞きますと、はい、結構いい感じのワンループができたかと思います。それではですね、次のステップになります。今ワンループをループクラウド上で作ったんですけども、今からロジックの方にですね、このワンループを移行してアレンジメントをするという作業ですね。その前にですね、まずこのポイントで購入をしないといけないんですね。今回ですね、ループクラウドジャパン様から2000ポイントもらいました。このポイントを使って一個一個のサンプルを購入するような形になります。で、購入するときはですね、もうここに書いてます、バイとか書いてますね。これをクリックします。はい、そうすると buy all と buy one があります。 buy one っていうのは今選択しているトラック1個をポイントで購入するということで、 buy all っていうのは今ここに並べたものまとめて10ポイントかかりますよということですね。なので今回 buy all で10ポイント使います。で、 OK と。はい、そうするとさっき buy と書かれていたところがこちらのエクスポートというものになりました。この状態であればそのままオーディオを DAW の方に持っていけるという状態ですね。で、エクスポートするときはですね、まずこの右の歯車のボタン、こちらを押します。で、このエクスポートの中のメニューを開くとですね、項目があるんですよね。まずカレントミックス、これは今ミックスしている状態そのままを一つのファイルとしてする。オリジナルファイル、こちらは今選択しているトラックのオリジナル、つまり BPM を変えたりとかピッチを変更したりとかしたんですけども、そういうのをする前の状態のサンプルをダウンロードしたいとき。で、多分一番使うのもこれだと思います。プロセスドセパレートファイルズ。今いろいろと BPM とかピッチを変えたりとか、で、エフェクトを入れたりとかしたと思うんですけども、それのすべてのファイル、今8つのトラックがありますけども、この8つ分のファイルにするということですね。なので今回はこのプロセスドセパレートファイルズ、これを選択してクローズと。で、ここのボタンをですね、1回クリックします。そうすると今ダウンロード中になりますね。これが溜まっていくのを待ちます。この状態になるとですね、このままドラッグをしてDAWに持っていくことができます。ピッと持っていってロジック上に貼り付けていきます。はい、これで聞いていきましょう。はい、これで今からこのロジック上でこのワンループを繰り返してアレンジメントして1個のトラックにしていきたいと思います。はい、ということで先ほどループクラウド6で作ったワンループからアレンジメントをして一つのトラック曲にしてみました。ここの部分がまあサビになる部分で、こちらがループクラウド6で先ほど作ったワンループの部分になりますね。で、それに加えてですね、ここのピンクのリージョンのところが最近僕が練習しているギターを弾いてですね、録音したものになります。で、その下のオレンジのリージョンのところがボーカルをリバースしたサンプルだったり、クラッシュシンバルとかリバースシンバルを追加で入れております。そしてですね、このワンループ自体は先ほど僕がやったようにループクラウド6を使えば初心者の方でもめちゃくちゃ簡単にワンループは作れると思うんですけれども、ここからですね、いろいろな、テクニックを使って、今回僕は仕上げてみました。例えばこのあたりのサンプルをチョップして新しいフレーズを作ったりとか、あとはこのイントロの部分は EQ のですねオートメーションを入れてちょっとこう音質を変えたりとか、そのあたりに注目して最後お聞きください。どうぞ。
We'll be right back.